松野国務大臣。松野国務大臣。内閣官房及び内閣府の事務を担当する国務大臣として一言ご挨拶を申し上げます。現在我が国は世界規模の物価高、厳しさを増す安全保障環境、2年半にもわたる感染症危機など国難ともいえる状況に直面しています。岸田内閣はこの歴史的な難局を乗り越え我が国の未来を切り開くため、また信頼と共感の姿勢を大切にしながら日本経済の再生をはじめとする政策を一つ一つ果断にかつ丁寧に実行してまいります。内閣官房及び内閣府は内閣の重要政策に関する企画立案及び総合調整を図る役割を担っており、私は内閣官房及び内閣府がその機能を従前に発揮するよう全力を尽くす決意であります。まず内閣官房におきましては、大規模自然災害をはじめ北朝鮮による弾道ミサイルの発射等我が国領域内外における各種の緊急事態、重大事故、テロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、外交安全保障政策の機動的戦略的な遂行、複雑多様化する国際情勢や依然として厳しい国際テロ情勢に対応するための情報収集、集約、分析機能の強化、情報保全のさらなる徹底、自由で開かれたインド太平洋の実現のための質の高いインフラ整備の推進等に取り組んでまいります。また、沖縄の基地負担軽減は政府の大きな責任であり、担当大臣として目に見える形で負担の軽減が図られるよう全力で取り組みます。中でも世界で最も危険と言われる普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければならず、そのためにも辺野古移設の工事を着実に進めてまいります。新型コロナ対策においてワクチンは重要です。担当大臣として年末年始に備え、オミクロン株対応ワクチンの接種が円滑に進むよう、丁寧な情報発信などに努めます。さらに、それぞれの担当大臣が担う新しい資本主義の旗印の下での日本経済の再生、新型コロナ対応、経済安全保障の推進などの現下の重要政策に、各大臣と緊密な連携を図りつつ取り組んでまいります。併せて岸田内閣が取り組む重要政策について、国民の皆様や国際社会に向けてしっかりと情報発信をしてまいります。次に、内閣府におきましては、広範な重要政策に関し、経済財政諮問会議などを活用して、英知を集め、総合的戦略的な企画立案を行い、各官の政策を的確に推進するとともに、私の直接の担当分野である政府広報、英展行政、国際平和協力業務などについても適切に推進してまいります。なお、今後ご審議をお願いすることを予定しております法案は、いずれも現下の重要政策を実現・推進するために必要なものであります。その内容につきましては、逐次ご説明をしてまいりますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。大西委員長をはじめ、理事委員各位のご理解とご協力をお願いいたします。次に河野